どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はね、このウクレレを使ってリズムの練習をちょっと深めるための裏技というか面白い練習方法を発見しました。今日はね、その練習方法をシェアしてさせていただこうと思います。ね、この動画もしかして初めて見た方いらっしゃるかもしれません。この、ね、ウクレレでね、弾きながら歌を歌う弾き語り、めちゃくちゃ面白くてすぐできて簡単です。もしウクレレで音楽歌うこと興味ある方、ここのリンク先に行ってウクレレ始めてみてください。誰でもすぐできますからね。はい、そういうわけで今日のね、その新発見的なあのリズム練習方法ということで、ご案内していこうと思うんですけど、今ですね、このガズレレ大学っていうのをやっててですね、まあ週2回ライブ配信でね、あのこの参加のガズレレ大学生の皆さんとリズムのマニアックな練習をこう繰り返してるんですけれども、そこの中でちょっとやってるところの練習方法をやってる時に、あのうちのハニーさんが気づいたことなんですけど、あのですね、あのガズレレ動画って皆さんいつも見てくださってると思うんですけど、気づいていますよね。まずシンプル簡単バージョンやってから後半のかっこいいバージョンという流れになってるじゃないですか。つまりどの動画でもシンプル簡単バージョン、つまり4つ弾きで弾いてる演奏の、まあ、デモ演奏をやってるんですよ。それをどうやって見るか、ちょっとね、見ていただこうと思うんですけど、まずこの、YouTube チャンネルを、立ち上げてもらって、何でもいいんで、とにかく YouTube チャンネル見てもらいます。そしてね、あのね、この概要欄のところ、あ、今ちょっとテロップ出そう。はい。矢印のところをピッと押すとですね、概要欄が出るんですよ。そこの一番上のところに、中級と初級編とか、初心者バージョンとか中級とかこういう書いてあってですね、大体この時間が書いてあるものが多いんですよ。過去の古いやつはこれ書いてないのもあるので、もし見つけたら私も書いてるんですけど、ここの初心者バージョンとか時間を押すと、その簡単バージョンが出てきます。で、今ちょっとね、スピッツのロビンソンをここ再生してみますと、2分19秒って書いてあります。これね、ロビンソンという曲の、4つ弾き簡単バージョンがゆっくり流れるんですけど、この演奏、今このまま流しておきますよ。ここに置くんですけど、これに合わせて演奏してみます。新しい季節。デモ演奏は、これシンプル簡単バージョンなんで4つ弾きなんですけど、今ガズが弾いてるのは、これ16ビートじゃないですか。こういう練習をするわけです。デモ演奏は4つ弾きですよ。そして今ね、皆さんが練習してるリズムで8ビートの人は、大げさなエピソード、アルペジオンでやりたい人は、やりたかったのにぶら下げてしかめつらまぶしそうに、同じセリフ同じ時、こんな感じです。今日ね、シェアしたい練習のアイデアというのはこちらなんですよ。まずガズレレ YouTube チャンネルの、にアップロードされている初心者簡単版とかっこいいバージョンのうちの簡単版の方に合わせてかっこいいバージョンの弾き方を弾いてみる。これがですね、思いのほか面白いです。で、シンプル簡単バージョンって何がいいかというと、かっこいいバージョンよりテンポが圧倒的に遅いわけですよね。で、うちのハニーさんもそうですけど、皆さん思っておられることを私が言いましょう。ガズさん、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンの間がありすぎちゃって、シンプル簡単バージョンは簡単すぎで、かっこいいバージョンは難しすぎて弾けないんです。そんな声届いております。はい。そこでですね、私が提案したいのはこれなんですよ。なんで、今みたいなこの、ロビンソンにしても、かっこいいバージョンでやるとすごく早いんですよ、もっとね。なので、それをですね、このシンプル簡単バージョンで、16ビートでかっこいいバージョンの弾き方なんだけど、テンポを遅くしてやってみるというのが、一個今日皆さんにお伝えしたいことでございます。そしてね、皆さん、以前ね、ガズレレ YouTube 動画でこの動画撮ってるんですよ、これ。YouTube ってね、再生速度切り替えられるっていうの知ってますか？これでやるとまたさらにいいですよ。今のね、ロビンソンの中でやってみると、ちょっとここにまた、画像のスクリーンショットを、貼ろうと思うんですけど、まず、この右上の3点ボタンから、再生速度というところ、今標準になっているところを、例えば 1.5 倍っていうところを押してみますよ。そしたら、キーは変わらずに、速度だけが速くなるって、これ、YouTube のすごくいい機能なんですよ。これ再生するとテンポ速くなってからね。音気持ち悪いけどね。ほらほら、これに合わせて、
あげたよな。さばれない二人だけの国。こんな感じでこの再生速度を変えることで、この4つ弾きが、要はメトロノームの代わりになるわけです。この4つ弾きっていうのはガズレレのシンプル簡単バージョンで、ガズさんが初心者の方に向けてやってる、だーれも、これ、タン、タン、タンって4つ弾き。これが、メトロノームのカチッ、カチッ、カチッ。こんな風に、理解してもらうと、これはね、すごくね、わかりやすいんじゃないかなと思います。これをメトロノームの代わりにして、自分が好きな奏法、自分が今練習している弾き方で、ガズレレ YouTube の初心者バージョンに合わせる。ちょっと慣れてきたら、YouTube の機能の速度調整を使っていろいろな速度に切り替えながら、やってみようと。やっぱりね、これ、できることからコツコツと、これが大事でございます。そしてさっきちょっとね、お話ししたんですけど、このガズレレ大学、ガズレレ大学ってここの YouTube 見てる人はこのメンバーになるっていうところがあるんですけど、ちょっとみんなで、ウクレレのこと深めようという、サービスが新しく始まってるんですけど、そこの中でね、このリズム練習っていうのをすごくこう、千本ノック的にやってるところから、このみんなにどうやってもうちょっと面白くね、リズムを、ものにしていく方法ないかなって考えてる中でこう、出てきたアイデアなんです。はい。ぜひ皆さん、これでね、音楽やってみてください。今までさ、ちょっとこれ難しくて私には無理だなって諦めてた曲もしかしていっぱいあるでしょ。その中にも絶対シンプル簡単バージョンガズ撮ってるんで、まずそれに合わせて8ビートでも16ビートも弾いてみる。それがやっぱりね、モチベーションまた上がるかなというふうにも思いますと。はい。それでぜひね、ご活用してください。そして今日も一個ね、ガズね、最近面白い YouTube 動画にゲスト出演してます。ここにリンク貼っておきますけどね、このリンク先はですね、私のハニーさんの YouTube チャンネルなんですけど、うちのハニーさんですね、ペーパードライバー歴14年のペーパードライバーで、つまり、免許取ったっきり一回も運転したことなかったんですよ。なんですけど、今ね、私たち田舎に住んでて、ちょっとこの先車の運転しないといろいろ不便だよねってことで、ハニーさんがですね、14年ぶりに車を運転するということになりまして、私がなんと先生役としてそこに登場しております。教習所のね、教官みたいになってるんですけど、どうもね、私ね、教えるのが上手いみたいで、ウクレレ教えるとか車の運転を教えるっていうのね、上手みたいですよ。皆さんぜひそちらも面白いんでね、ご覧になってくださいませ。そんなことでね、まあこういうね、いろんなこう人生の中でいろいろ体験するじゃないですか。そういうものもこう音楽にドーンとこうね、入れ込む。音楽は感情表現、いつもガズレレ言ってますけどね。はい。そんな感じで楽しくあっちからこっちからまた取り組んでいきましょう。歌もね、大事だし、メロディーとか音程とかね、コード難しいコードを抑えるっていうのも大事ですけど、やっぱり忘れてほしくないんだ、リズム。ここ一番忘れがちなんですけど、深いですよ、奥が深い。このリズムの面白さを、ガズレレではすごく大事にしてるんで、その辺にもちょっと気づいていただけたらというふうに思っております。はい。そんなわけでね、1月2021年になって、これからね、もうまたガズレレ新しいね、もう皆さんにお伝えしたい情報が山盛りでもてんこ盛りになってるんですよ。おいおいこちらの方でもね、どんどん新しい、ガズレレ情報をシェアしていきます。で、引き続きお願いします。で、もちろん、ガズレレ YouTube チャンネルもどんどん曲のアップロードしていきますからね。音楽は聴くよりやる方が最高。引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。さよなら。